おはようございます。落花生がね、緑色の葉っぱから少し斑点が出てきまして、少し収穫時期に近づいたなと思いますので、ちょっと様子を見るためにいつか抜いてみたいと思います。よいしょ。このようにね、結構大粒のいい実がなってますね。もう見るからに落花生ですね。これね、抜いて天日で干しておくみたいなんですけども、ちょっとその後の状態自分にはよくわからないので、いろいろ調べて美味しく食べられる方法を研究していきたいと思います。このような形でね、そこそこ実がなってますね。海に抜いてですね、乾燥させておくみたいで、今年はね、あんまり天候が良くなかったのでね、落花生の生育もこの程度なのかなと思いますけども、今まで作ったことがないのでね、実際どのような状態で、どのくらい収穫できるか、それもわからない状態ですけどもね。結構ね、いい実りかなとは思うんですけども。しばらく、ね、何日か乾燥させておきたいと思います。